日本国神奈川県横浜市南区伏見町。伏見町は神奈川県横浜市南区の地名。住居表示は未実施で町名は設けられていない。2020年4月30日現在、160世帯数288人が暮らす。古くは倉木郡土ふと町大技大田の一部で、1901年に横浜市に編入され、南大田町の一部となった。 1944年2月1日に西区境の谷及び元久保町の各一部から伏見町が新設された。町名は町内に祀られている伏見稲荷から付けられた。1977年に伏見町の一部が西区元久保町に編入。この時、臨済州円楽寺派の久保山円楽寺は元久保町に属することとなった。南区の北端に位置する。 藤田の浦船通りから、久保山墓地に抜ける久保山坂の北側に沿った東西に、長い町域を持ち、西側に標高最高地点、東側に最低地点のある、傾斜地となっている。南は、三春台、北は、西区社井の谷に挟まれ、東端で、霞ヶ丘、西端で鹿野江台及び、西区元久保町に接する。町内には、住宅地の中に小規模な事業所が混在している。 私立小中学校に通う場合、全域が横浜市立大田小学校及び横浜市立教進中学校の学区となる。ありがとうございます。